マヤさん、お願いします。お願いします。日本語ですよね、全部。日本語です。すべて日本語です。つながった？あら？あ、つながりました。あれ、俺なんか、ああ、これだ。ああ、つながった？はい。どうも。こんばんは。あ、こんばんは。ありがとうございます。お時間取っていただいて。いえいえいえ。五十嵐さん、スティーブン・ヨハネス・マユさんは、だいぶ、久しぶりな感じですね。大阪以来ですよね。2年以上ですね。そうだね。Plug your phone in. あ、それ。じゃあ早速、まず簡単なイントロダクションをスギベリーの方からしていただいて、スタートするような感じで。オフィスの紹介はいいですか？あ、オフィスの紹介、あ、これもう大阪と北海道とで2回ぐらいさん見ていただいてる、うん、あれなんですけど、まあ出来上がりました。今度ベルギーに来たらぜひベルギーに行きたいね。ベルギーに来る機会があったら見てください。はい、まあビジネスカードみたいな感じで、まあこんな感じのやってる僕らですという、うん。どうしたらいいの？次行ってください。これスティーブンが動かしてるんですかね。Can you go to the next page? Yes. あ、I've done. はい。で、あ、ご無沙汰しております、五十嵐さん。スギベリーです。これ今画面に映ってるのが去年竣工した最新の私たちのプロジェクトで、まだ現場に行けてなくて、出来上がってから実物は見てないんですけれども、南アフリカの個人邸の離れを作りまして、で建築のプロセスがどう空間を作っていくかということを問いにして取り組んだものです。でコンクリートの部分とその型枠を最大5回ほど再利用して、それを床だったり天井、外装内装に使用して、使用しました。うん。でここから今回のパビリオン の簡単な説明を、しますと、フランダース建築協会からバックフロムジャパンというテーマのもと展示をする機会を得まして、でそこでスティーブン・シェンケ・ハットリとの対話の中で、模型や図面などのを展示して、その再現によって来場者に自分たちの作品を見てもらうのではなくて、来場者に実際体験してもらうことによって、私たちを知ってもらうということでパビリオンを建てました。でこれが今回のレクチャーのアンスポークンというテーマにつながっていくんですが、建築において紙の上やモデルなどの再現では表現できない性質とは何だろうということで、今回 のパビリオンでうまく伝えられないという悪い例で、今回のパビリオンの説明を言葉でしますと、このパビリオンは展示会場のデシンギルというところの中庭に立っています。で今までの過去の展示に使われた資材をそのまま形を変えることなく再利用して出来上がった、そのまま再利用することでどんな空間が生まれるかということに興味を持っていました。そこでヤン・ファーブルによって、作られた演劇に使用されたパネルを、使用して、傾斜のついた中庭の地形にこう両端部を押し込むように、配置し、またパネルの端部をこうずらすように、固定して壁と屋根を作りました。でその屋根の上に石上純也展で以前使用されたビニールの床材を載せて、防水としました。でその上にさらに、ケースデザイン展で使用された半築ブロックを、載せることで重しとして、固定しています。
で実際にパビリオンを訪れることによって来場者たちはこの実際にこう空間であったり形態がどんどん変化していくんですけれども、それを、体験することができます。言葉で説明するとこんな感じになるんですけれども、やっぱり実際はその場に実際に行くことが一番なんじゃないかということです。では大輔君お願いします。質問は、はい、でその、質問に移りたいと思うんですけど、アンスポークンということで、まあ、今回空間の力を信じて実践を行っている先輩建築家、そして五十嵐さんに、まあ、ご自身の作品における言葉では捉えることがなかなか難しい質だったり、まあ、あとはもうちょっと広げてこの世界において一人の人間として建築を実践することの意味みたいなことを、いくつか質問させてもらいたいなと思っています。で、最初の質問なんですけれど、このパビリオンのSteven, you can already turn it off. この、パビリオンの、意図っていうのは、その実際の生の空間体験を作るっていうのだったんですけど、例えば、五十嵐さんが以前ギャラリーまでやられた展示とかは、あんまりこう、あえて説明的ではない、10分の1とか20分の1大きいスケールの模型を展示して、で、それが持ってる中長性の隙間だったり余白みたいな部分っていうので、それを見た人たちの想像力をかきたたせるっていうようなことだったのかなと思っているんですが、それが展示っていろんな手法があると思うんですけど、その少なくとも今挙げた2つで共通してるなと思うのは、なんかそこにあるその、まあ、空間だったり模型だったりものを通してどんなふうにいかにその人の想像力をかきたてるかっていうことだと思うんですけど、その空間と想像力の関係みたいなものをどういうふうにお考えかっていうのを初めにお聞きしたいなと思います。それは何こう建築の展覧会の展示を前提としてってこと？いや全然建築の展覧会からもう離れて、一般的にその建築の空間っていうものと、まあ、人がそれを体験した時のその想像力、想像がどういうふうに働くかみたいなものを、例えば普段の実践の中だったり建築を訪れた時に五十嵐さんがどういうふうに考えていらっしゃるか。空間なんですかね、空間ってね。なんか僕のクライアントは割と本当に普通の人たちが、普通の人たちなので、なんだろう、こう、説明するときに空間がなんてことは打ち合わせでは一切言わないし、なんだろう、こう、言う必要がないっていうか、まあ、その言葉が全く出てこないんですけど、まあ、主にじゃないな。すべて余剰権で、余剰権が前提で、もっていうかどうだろうね。余剰権がないと物を考えられないぐらいな感じなんですけど。ほんで、まあ、それに応答しながら、どうだろうな。まあ、よく使う言葉だけど、必然的なものってなんだろうなっていうのを模索していくわけなんですけど、まあ、みんなその建築家それぞれで、で、余剰権がない、なしで設計してる人って、まあ、いるのかな？どうなんですかね、世界にね。例えば、ルイス・バラガンは、まあ、30代にね、こう、すごくたくさん仕事をして、まあ、実家の牧場が破綻した借金も返しつつ、膨大な資金を貯めて、で、40歳になった時に、人のための建築をやめますっていう宣言をして、で、自分で土地を買って、まあ、そこに自分が理想とする建築を建て始めたわけなんだけど、まあ、そういう特殊例を除いては、
余剰権が必ず誰にも、どんな建築家のプロジェクトにもあって、で、まあ、それを当然どう解いていくかっていうことになるんだけれど、でもそれはフラットになかなか語れないのも事実で、まあ、その余剰権って言っても、その、すごい余剰権の人もいればね、ごくごく平凡な余剰権の場合もあるわけですよね。っていうか、まあ、一般的にはまあ平凡な余剰権がほとんどで、で、だ建築ってなんかだから本当にこう最近特になんかこう建築家の建物を審査する審査員側の、まあ、立場を、まあ、やることがまあ多く、はい、多いっていうかまああるんだけど、はい、比べるっていうのは本当難しいなっていうふうに思うことが多くて、でそれは なぜかっていうとあまりにもその背景が違うので、これも比べることに本当に意味があるのかなとすら思えてくるんですけど、ただ、その、比べなきゃいけないんで、じゃあ何をってなったときに、その、まあ、どこにその評価の基準を置くかで、やっぱりこれまたすごく、大幅にこう見え方が変わってきちゃうわけ。例えば完成度とかっていう言葉をよく我々使うけど、まあ、完成度ってことなのか、その建築家の、まあ、一貫したなんか思想概念みたいなものがいかにこうその人が作った建築物にこうちゃんと現れてるのかとか、まあ、僕なんかそのものに執着、ものっていうのはその実際出来上がる建築物に相当執着心があるので図面の細部まで、徹底的にやんないとゴーサインっていうか、まあ、全てに OK を出せないんですけど、なんか思想概念だけ作っちゃってあと出来上がるものにほとんど興味がない建築家っていうのも割といると思っていて、まあそういう建築を見に行くとまあ往々にしてがっかりするんですけど、よく それをこう説明するときに映画に例えるんですけどね、はい、映画ってまあ例えば原作の小説があった場合、そのまあ小説は文字なので、こう美しいこう文章で書かれたものを読みながら、読み手がいろんな想像をしながらその作品を受け入れていくわけなんだけど、まあ、それを映像化するっていうプロセスはなんか割と建築に似てるなと思ってて、原作がいかに美しくって素晴らしくっても映像にした時に例えばディテールが雑だったり、まあ、シンプルに言うと、こう、映像として美しくなかったりすると、なんかその途端に、なんて言うんだろう、こう、集中力がなくなるっていうか、こう、見る気がうせちゃうっていうか、なんか、そういう経験ないですかね。すごくこう、原作で期待してたのに、こう、映画でとんでもないことになっちゃってんなっていうのが、まあ、割とあるじゃないですか。で、建築ってまさにそれだと思って、まあそれにすごいなんか近いと思ってて、その模型とか、まあ例えばドローイングとかが、なんか例えばですよ、素晴らしいな、共感できるなとか思ってても、やっぱ実物見て、例えばなんかこう壁と床の取り合い部が非常にこう何も考えてられないような、すごい雑な、こうディテールだったりすると、まあ、なんかその瞬間こうもうなんかその建築を体験することすらなんかこう苦痛になってくるっていうか、だからそのなんだろうね、なんかこう建築って本当不思議な存在で、別にこうその取り合いが雑だからイコールダメだっていうことではないんだけど、なんだろうな、なんか伝わってくる
よね。だけど、それはそれ我々専門職だからそれを感じるのか、そうじゃない人たち、まあ建築以外の人たちが、なんだろうな、俺たちが、わ、凄まじい建築だなと思ったものを、同じように凄まじいと思っているのかっていうのが、よくわからないっていうのが正直なところで、そこまで突き詰める必要が、で、建築ってほら、建築家たちのための建築じゃないからさ、まあ、大げさな言い方すると、まあ、人類のために作るものが建築なので、人類の大半の人は建築以外の人たちなので、その建築以外の人たちが喜べば、実はそういう、我々が日々、むちゃくちゃ苦しんで、生みの苦しみをしてるわけなんだけど、その苦しみの部分っていうのは本当に必要なんだろうかっていうふうに、まあ、悩むことがあるっていうか、悩む日々なんですけど、ただ、自分で設計して、自分で現場管理してね、最終的に出来上がる建築物が、さっきの映画の例えで、ディテールがダメなね、映画みたいなものになっちゃうと、もう自分は本当にがっかりしちゃうし、そこに費やした例えば2年間とか3年間が、何だったんだろうって、本当にもう、もうもう死にたくなっちゃうぐらい、嫌になっちゃうような、まあ、感覚になることが多いので、じゃあそう考えると、もうそういう努力って、まずは自分のためだけにしてるんだろうかっていうふうに、まあ思えちゃうことも、まああるんですけど、だけどもちろん、お客さんにとって、最善でありたいっていう、すごい気持ちが強くて、でも、僕はどっちかっていうと、最初に全体の完成形をイメージするってことはほぼしないっていうかなくて、まあ、もちろん設計をしてるときはおぼろげにはあるんですけど、まあ、部分部分で、その色とかね、素材の使い方とかも最初から決め、ある程度予測はしてるけど、絶対的な決め方はしてなくて、やっぱちょっと考えながら、この瞬間、この場合、何が最善なんだろうってことをやっていくんですけどね。でも、その集積が最終的には、例えば平凡な平面や平凡な断面であったとしても、多分僕なりの空間の雰囲気につながるんじゃないかなっていうふうに、まあ、思ってて、っていうか、間違いなくそうだと思うんですけど。はい。なんだけど、本当に建築ってのは相変わらず難しいなと この年になっても思い続けてるんですけどね。質問なんだったっけ？ いや、質問は大丈夫です。そんな感じで大丈夫です。その上でですね、ちょっと今言葉として出されてたんですけど、その必然性っていうのが、じゃあまあ分かりやすいのは、例えばクライアントの言ってることに対しての答えとして必然性を求めるとか、それで答えで、それが必然性ですっていうのは、まあある種分かりやすいかなと思うんですけど、でも五十嵐さん今おっしゃってたように、別にその自分がこうであるべきだと思ってやることと、大半のクライアントにとっての必然性みたいなのが、まあ必ずしも一致しない場合も往々にしてあるっていう時に、どういうふうにその必然性みたいなものを見定めているのかなというのはどうなんでしょう。それもその自分の中にあるものなんですか、それともその予見とかコンテクストとかっていうことなんですかね。どういうふうに決めてらっしゃるんでしょうか。その
まあ、服部君も分かると思うけど、その必然性に、必然性に、なんていうんだろうな、向かい合う対象物が建築の場合、ものすごく膨大じゃないですか。はい、それはクライアントの要望も、その必然性の対象物だし、その建築があるコンテクスト、まあ、敷地条件とか気候風土とか、文化背景とか、まあ、そういうのも必然性の向き合う対象物だし、はい、まあ、建築って、まあ、コスト、お金の問題が一番大きいなってやっぱり思うんですけど、というか建築の問題ってもしお金があれば大体解決できちゃうので、結構そこもすごく必然性の向き合う対象としては大きくって、まあ、コストがこう、さっきのパビリオンとかもまあ結構コストが大変そうだなと思って見てたけど、はい、コストが大変な時に向き合うべきこう必然性の対象物っていうのも、また膨大に出てくるんだよね。それはもちろんその材料の使い方もそうだけど、それを作る人の、まあ、技量とか、なんか本当にこの膨大なところまでこう妄想しないと、想像しないと、うまくこう、なんて言うんだろう、こう噛み合わないっていうか、全部の必然性対象物の歯車がうまく回っていかないんですよね。だけど、やっぱりこう、解かないといけないっていうか、まあ、建築物でやっぱ解くっていうのは大事だと思っているので、まあ、それだけ膨大なものがありつつ統合してちゃんと解けてるっていうのが、やっぱりいい建築なんじゃないだろうかっていうふうに、まあ、思いたいんですけど、そう思いたい一方で、全く必然性なんて関係ない建築物たちも当然あって、でそういう建築ばっかり作ってる人たちもたくさんいて、でそういうものに僕も魅力を感じる場合もあって、なのでどうだろうな。なんかまあ、必然性に対して分かりやすい回答をする建築家って割といたりすると思うんだけどね。なんかほら、環境のことを言う人とか。はい。それってまあ、ほら、頭の悪い建築家とか、頭の悪いっていうか一般の人たちは割と騙されちゃうと思うんだけど、その向き合う対象って、まあそんなに簡単じゃないので、なんか綺麗事を言ってるように聞こえちゃう。例えばこう雨とか水の話とか風の話をするとかね、なんかそういうのはあんまりこうどうかなと思ってて、向き合うべき対象物ってな、本当に多いからもう頭を抱えちゃいますよね、毎回ね。本当に何が必然性なんだっていうのは難しいですよね。うん、先ほど五十嵐さんが自分のクライアントはすごく普通の人が多いので空間とか使いませんよっていう話をおっしゃってた時に、やっぱり私もすごくディテールがすごかったり硬派な建築っていうふうに思っていて、五十嵐さんのでもそれが出来上がったものはそういったことを全然感じさせないようなすごい面白い、まあ、別の方向からすごい楽しめるような、そういったところが私も一クライアント側としてそういうところでみんな支持されているの、支持されている面もたくさんあるんだろうなとこう一般の目で見て思うんですけれども、そういった硬派な建築の部分から出来上がったものがすごく面白い、そういったことをあまり感じさせない、あまりこう圧がないというかそういうふうになっている、その変換の過程にもこう今回のレクチャーのテーマであるアンスポークンっていう何とも言えない言葉にできない説明を押し付けないみたいな、そういった魅力があるんじゃないかなと思うんですが、どういうふうに分析されますか？なるほど。この間、まあ、このインタビュー純也にもするんですよね。あ、もうしたの？はい、いや、あさってです。あさってですか。彼の
まあ、最新作カイト広場っていうやつを先日見せてもらったんですけど、はい、まあ、彼がどういう説明するかちょっとまあね彼に聞くのが良いんだけど、まあ、僕が体験した一番面白いなと思ったことはサピエンス全史っていう本読んだ？ここにあります。ありますか？他のお三方読んでないですかね？なんかね、まあ、ちょっと簡単に説明すると、我々人類が生み出したもの全てが、まあ、まずはフィクションであるって彼は、その作者、ユバル・ノア・ハラリっていう人はね、人類が作ったものは全てフィクションですっていう前提で物語をね、人類史を語るんですけど、まあ、その中にはもちろん建築も含まれているし、資本主義社会とか、お金とかね、まあ、お金のことを結構話してる本なんだけど、まあ、要は人間以外の動物がその存在すら気づいてないものを全てフィクションっていうふうに言うわけ。ほんで、建築ってさ、まあ、残念ながら我々建築を勉強してきたから、いろいろ刷り込まれているじゃない。歴史とか、まあ、宗教が絡んだり、なんだろう、こう、モダニズムとは何なのかとか、なんかいろんな建築の刷り込みがまずやっぱり頭にあって、で、なんか実はこう建築フラットにも見れない脳の状態になっちゃってると僕は思っていて、でそれは例えばどうだろう、誰かが作った何だからこうなんだみたいな見え方もやっぱりすることがあるわけで、ほんでそれってなんかまあ人類、我々人類同士の会話なので大事なんですけど、この間の純也のカイト広場を見たときに、なんかふと、これは、建築物だし、空間なんだけど、まあ、人間も、犬も猫も同じ行動をする空間だなと思ったんですよね。なんかそれは、まあ、ほとんどなんかこう、何もない空間で、まあ、光と影と、まあ、空気があるだけなんですけど、日の動きで、なんかこう、なんとなく、自分の居場所を、なんか本当感覚的にこう、まあ、選ぶっていう言葉すらないぐらい、こう自然に、座ったり、歩いたり、そんな空間が生まれていて、で、それって、多分、まあ、僕あんま猫好きじゃないからわかんないんだけど、猫なんかも本能的に何か、居場所、まあ、理屈は彼らの頭の中には多分ないと思うんで、本能的に場所を選ぶはず、選んでるに違いないんですけど、まあ、犬は、まあ、猫よりはちょっと頭が悪そうなんで、まあ、もっとこう自由にどんな場所でも歩き回るかもしれないんだけど、フィクションがなくってもなんかだから成立、なんかそこにそのいいものが存在しているっていう空間だったんですね。ほんでなんかそういうところに、まあ、僕は非常に共感できたし、僕も多分なんかそこが一番大事だと思って建築を作ってきたような気がこの間見学させてもらってよりしたんですけどね。だからなんて言うんだろう、人間が立てた想定フィクションの向こう側にあるもっと
だろうな、根源的って言うとまたなんかこう建築っぽくなっちゃうから違うと思うんだけど、その我々も何こう我々が気持ちがいいとかこうまあ心地が良いとか、ああそういう感覚ってまあやっぱり動物の部分が応答した時だよね。もちろん、フィクションを全面で受け入れて、あ、今この、なんて言うんだろう、めったに誰も入れない場所で、自分はそこにいて、で、そこで、すごく有名なシェフの、すごく美味しいとされている料理を食べてます、みたいな喜びももちろんあるけれど、まあ、それはいろんなフィクションを受け入れた上での喜びなので、そうじゃないところのさっき言ったようなまあ喜びを得られるような建築空間をやっぱり作りたいなっていうところがなんとなく伝わっていると嬉しいなといつも思ってるんですけど、なんとなく説明としてわかりますかね。はい、なんかその時にその上で興味があるのは、まあ実際にやっぱり今こうやってまあ五十嵐さんおっしゃったような普通の人たちの建築を作るっていう時にいろいろな制約要望だったり、まあプログラム基本的にはプログラムが与えられてて、建築の設計の仕事って始まるじゃないですか、うん、でそういう時にそういうものがあることっていうのが単純に考えるとそういうフィクションがなくても存在する空間を作るっていうことを目指す時に足かせに、うん、なることの方が多いのかなと思うんですけれど、そこのバランスとか調整っていうのはどういうふうに取る意識でやられてるんですか？そうだよね、難しいよね。なんかその材料とか素材の話で、まあ材料とか素材を前提に話を例えばすると、なんだろう、例えば石とか木材だとなんか例えばこの木材はいいんだみたいな。で、それもすごいこう不思議だなって思うことが、まあ、やっぱりあって、でこれってもし刷り込まれてない状態で、まあ刷り込まれてないというのは建築を勉強し全くしない状態でなんかその全く知識がない京都なんかね、いっぱいこう古い建築物が、あ、今、服部区京都か。で、まあ言われると確かにすごいことなのかもなって思うことが多々ある、まあ茶室とかね、なんかそういうのですごい材料が使われてんだとか言われると、宝石の中でやっぱダイヤモンドが一番こう 石の中ではね重宝されるじゃない、はい、それってやっぱりさ人間だけだよね喜ぶのダイヤモンドを見て喜ぶのはさ人間だけだよ、はい、まあ金とか銀とかもそうだと思うんだけど、はい、だからそこがその何こうそういう前提のフィクションがやっぱり絶対に頭の中にある以上難しいなと思うんですけど、ただなんか それがなくても例えば銅の板が銅ね銅板とかが例えば壁に貼られているとなんか変なこう光の反射とか揺らぎが起きたりとかしてとかなんかだから材料を使うときも、そっちがこう主題だと、ありだと思うんですけど、その、
高い材料だからすごいだろうみたいな、まあよくありがちな使い方は当然ダメで、なんだろう、こう例えばその銅板が貼られた壁、猫がそれを見たときに別にそれが銅板だとかわからなくても、ただなんだろう、こうその表面からまあ光が反射された何かこう独特のなんか輝きとか、こうメラメラした感じとか、まあ近づくともしかするとひんやり冷たいとか、その辺を建築化するのはいいと思うんだよね。なんかまあそれは多分まあ光だけじゃなくて、まあ、人間って本当不思議な、こう視覚だけじゃない変な質量感の部屋に入るとその質量をやっぱ感じるじゃない。別にこう自分でこう素手で持って重さを感じるわけじゃないのにそれはその重たいものを使われてる部屋だからっていう認識でもなくって、何なんだろうね、視覚とか、まあ、聴覚とか嗅覚以外の何かこう何かで多分感じない限り、そういうことってあんまり感じないはずなんだけど、だからそれってなんかだから動物に近い人間の感覚の部分がまあ応答してんのかな。僕は多分そういうことを、まあ、建築を考えるときに、まあ、常にあって、なのでなんかこう、まあ、そんなに派手な空間を作ってないんですけど、なんとなく僕が作ったものに、まあ、なってるといいなというぐらいな感じかな。で、あと僕自身がやっぱり違和感がないものを作りたいっていうところは毎回考えてますけどね。うん、その五十嵐さんが作品の中でよくその光の質の話をされたりとか、それこそ金額とか全然高価なものじゃない、例えばポリカとかを五十嵐さんの発明したような使い方で使うことで、その今までなかったような光の質みたいなのを空間の中に体験として取り込んでたりとかっていうのは、やっぱりそういうその多分その光の質みたいな話とかって、それこそその猫でも動物でもおそらく感じるもの、うん、でそういうものを建築の中に取り込んだ時に人の感覚っていうのがどういうふうにそれと応答するのかみたいな部分に、興味を持ってらっしゃるのかなと思うんですけれど、それが例えばじゃあその五十嵐さんの作品の中でよくその柔らかい光を柔らかく中に取り込むっていうようなことを、話されるじゃないですか、うん、であれがすごい面白いなと思っていて、その光の質みたいなのっていうのは、まあ、よく五十嵐さんのことを語られるときに、まあ、北海道ってワードやっぱり出ると思うんですけど、例えばその北海道っていう北国であることだったりとか、もっとなんか五十嵐さんの初言的ななんか記憶みたいなものと結びついてるのか、なんかどういうことなんですかね、五十嵐さんが作る光の質と五十嵐さん自身のなんか、うん、あり方というか存在と関係みたいな、うんうんうん、どうなんですかね。なんかまあ北海道で生まれ育ったっていうのは、まあ、っていうか、まあ、それ僕に限らず、それぞれが生まれ育っ
った時に、まあ、何らかのこう何かが養われて、まあ、培われて、でそれがたまたま建築っていう職業に就いた時になんかこう反映されるっていうのは、まあ、絶対あるとは思うんですけど、何ですかね、なんか本当によくわからないんですよね。建築ってなんか本当難しくないですか、やってて。なんかもう本当わかんない。なんかほら、よく分かってんだみたいに、もう解くように話す人たちが、まあ、割とこう、支持されて、まあ、分かりやすいから、まあ、こうね、なんか、まあ、僕が昔から親しい某 F 氏なんかもすごくこう、こう分かりやすいこう言葉巧みな人なんで、こう政治家のようにね、こうどん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 広がっていくけれど、その僕はあんまそういう能力がないので、なんかこう難しいなと思ってるんですけど、シェアされる建築がやっぱりいいっていうことに、まあ、なってきちゃうんだよね、広く。どうですかね。なんか音楽って例えば僕北海道だから、例えばまあ服部君たち世代はちょっと違うかもしれないけど、ドリカムとかね、グレーとか、はい、まあ北海道出身の人たちが何人かいるんですけど、はいはい、広くシェアされた人たちですよね、売り上げとか考えると。でも僕昔から大嫌いでみんながいいって言ってんだけど、なんで超ダサいじゃんっていうふうにしか思ったことがないわけで、どっちかっていうと、なんか僕が聴いてた音楽とかは、そのドリカムとかグレーをいいって言ってる人たちからすると、何それ、何が楽しいのみたいな音楽なわけですよね。で そこのなん、まあ、ある意味こう溝みたいなものって埋めようがないと思わない？そうですね、難しいですね。で、だからといって、じゃあ自分もそっち側にこう向かってこううまく、まあ、やれる人もいるだろうけど、まあでもやりたいかって言われるとそうじゃないので、まあやらないんですけど、なんかこうバランスの取り方ってすごい建築って難しいなと思ってんですよ。だけどどっちもうまくやれてる人はごく稀にいると思うので、まあ、そういう人たちに憧れますけどね。ね、うん、そうですね。なんか建築のその不思議な存在っていう話はすごく五十嵐さんからされて、なんかほっとした、あ、そうやって思っててもいいんだみたいなことを思ったんですけど、やっぱり私もすごい執着があってすごく好きなんだけど、建築って結局最後は自分のものにはもちろんならないのに、ものすごいこう愛情を注ぎ込むって、なんか不思議だなって本当に思うんですけど、宮大工の西岡さんの本をこの前読んでいて、ちょっとうろ覚えなんですけども、やっぱりそのビジネスが絡んだ時点でもうそのものはダメになるって言って、その邪念、お金の邪念が入った時点でっていうので、仕事はビジネスではなくて1年の半分ぐらいは農作業をして、それで生計を立てて、建築は本当にピュアに建築っていう話を聞いて、あ、すごいそんな風にできたらいいなっていう風に、そういう考えでゆとりを持って建築と向かい合える、本当にまあユートピアかもしれないんですけど、まあ、いいなって思っていて、で、あとその先ほどシェアしていくのがいいんじゃない、今やっぱり強いんじゃないかってシェアできるようなもの、リスさんおっしゃってたんですけども、やっぱり逆にそのシェアできない何かを持っている強さっていうのが、やっぱりなかなかこうメディアには現れにくいですけども、うんうん、そういう強さが今逆に大事なんじゃないかな。そのシェアできない何かっていうのは、やっぱりその言葉にできないとかアンスポークンな部分だと思うんですけども、そういうところを目指していきたいなっていうのは思ってます。うん、なんか
まあ、メディアもなんか悪いと思ってて、てかメディアっていうか、まあその編集者たちのその味覚っていうか収穫っていうか、そういうところにもね、やっぱ疑問持たざるを得ないなと思ってて、なんかその結局まあ SNS は自由に発信できるから、まあ、別ですけど、まあ、あの雑誌媒体とか、まあ、その編集者側がこう、まあ、ある意味こう選んで、まあ、何かこう載せるみたいな形式、まあ、雑誌とかそうですけど、それらが何だろう、こう物じゃなくって、こうまずはこう人で載せていくみたいな状況に、まあ、やっぱりなる、どうしてもなっちゃうんですよね。ほんで僕はまあまあテレビ見ない、今は見ないけど、テレビとかってなんかこう例としては分かりやすくって、まあ、下手な芸人でもたくさん出てると市民権を得てスターになるんだよね。なんかこう建築雑誌のメディアも似たようなとこがやっぱりあって、なんかこうまあでも人を育てないと人気者が要は出ない、スターが生まれないと、その、視聴者がついてこないので、で、なんか僕ね、割とこう、その、わかんないけど、まあ、僕とか、まあ、服部くんが好きな建築像っていうのは、その、本来もっとシェアされるべきだと思ってるんですけど、あの、そこがあまりこう、シェア率が伸びないのは、メディアのせいなんじゃないかと思うんですよね。いかがでしょうか。難しいですね。うん。も、まあね、物の良し悪しの判断。うん。そこも先ほど五十嵐さんおっしゃったような、その埋め難い溝みたいなのがもしあるんだとして、で、メインストリームっていうのかなんかわからないですけど、大半の人が支持するものがまずあった時に、やっぱりなんかそうじゃない価値みたいのを信じてる人みたいなの当然いろんな多分あの方向を向いていて、でもなんかその状態が続いていくことが大事なのかなと。全部がこうなったら危ない、まあだからなんか、まあもちろんいろいろやってる中でとかいろいろ見てる中で、なんでこっちの方がいいとされるんだろうみたいなことを思うことって建築やってて、まあ毎日のようにあって、当然それによるフラストレーションみたいなのもあるんですけど、その反面まあでもそういうなんだろうな、主流じゃない場所で頑張ってきてる人たちがもちろん今までいたわけだし、その人たちの作ったものに勇気づけられて今自分もやってるわけだから、うん、まあ、なんかこういう場所でやっていくっていうのも大事なんだろうなと思いながら普段やるようにしてますね。そうだね、まあ、僕はなんか他社の建物とかを見るときに、やっぱりその人らしい、なんかまあなんかやっぱキャラクターとかオリジナリティがあるとワクワクやっぱしちゃうんですよね。それがそのまあちょっとこう不細工に一見見えるようなものだとしても、やっぱりでもこんな不細工見たことないなっていうオリジナリティがあればすごい嬉しくなるんですよ。ほんでその何をこう褒めてるかっていうので、割とその人のなんかこう何かが見えたりするじゃない。え、こんなの褒めるんだとか、こんなのいいと思うんだとか、まあ、その、でもそれってまあ別にもう どうにも歩み寄りようがない部分なので、まあ、しょうがないんだけど、その、どうしてじゃあそのオリジナリティが生み出せるのかっていうところが、まあ、興味があるんだけど、
なんか正直に作ってる人じゃないとオリジナリティって生み出せないんじゃないかなっていうふうには思うので、まあ、自分もそうありたいなと常々、ね、思ってるんですけど、難しいよね、本当ね。その辺はやっぱりものすごく共感するというか勇気づけられるというか、やっぱりそのうまく作るとか、なんだろうな、これが求められてるっていうようなものを作るって、まあやれる人もいるしやる人もいると思うんですけど、僕もやっぱりその作ったものと作ってる人の人となりみたいなのがつながり得る瞬間が見れた時とかすごい興奮することがあって、なんかそれがその過去のもう死んでる建築家の建物とかでも、なんとなくそのきっとこれ作った人ってこういうこと考えてたんだろうなみたいな想像できるのって、あ、なんかそれも先ほどのフィクションの話で言うとものすごくフィクションに使った状態での思考なのかもしれないですけれど、まあ事実そういう風な思考を巡らせて過去の人、過去の人のことを想像するみたいなのもすごく楽しくて、うん、でそういうのができるのってやっぱりその空間にキャラクターがあって、そのキャラクターっていうのが、まあ、何か普通じゃない変なことを醸し出してるものの時がやっぱそういうものを感じられて、なんかその個性がどうやっても抑えられない個性だったりとか、その人のオリジナルのものの見方みたいなのが作品ににじみ出ちゃってるっていうようなものをやっぱり作っていきたいなとは常に思ってますね。でもその時にやっぱりその予見、まあそのお金の話だったりとかってやっぱりどうしても逃れられない結構大きな制約で、そういう部分とのまあ、格闘というか、それがもちろんクオリティを上げることにつながる場合も多々あると思うんですけど、格闘しなきゃいけないこととかも常々あって、そこのバランスをどうやったらもっとうまくやっていけるようになるのかなと普段思いながらやってるんですけど、うん、五十嵐さんぐらい作っていて経験があって、これだけのものをクオリティのあるものを作ってる人が、五十嵐さん毎回喋るたびに、なんかその、いや、わかんないんだよ、みたいな、悩んでるのを見せてくれるじゃないですか。それがすごく、いや、なんか面白いなと思って。作ってるものを、五十嵐さんの作ってるもので、僕が一つ感じるギャップは、その作ってるものになんかそんな、いや、わかんないんだよね、みたいな感じは感じないんですよ。あ、そう。はい。なんかその、もちろんプロセスの中でいろいろな格闘とスタディを経た上で、ここにはこれでしかありえないってもので作った結果なんだろうっていうのはもちろんすごく感じるんですけれど、そこの、なんだろう、作ってる間も作った後もその建築とはっていうのを悩み続けてるみたいなのが、空間にそんなに感じ、もっとだからそのさっきまやさんが言ってたような柔らかい感じっていうのの方がすごく感じたので、そこのなんかギャップが僕はすごい面白いなと個人的には思いました。うん、なるほど。どうなんだ、みんな分かって作ってんのかな。なんかその何を分かったとするかっていうのがその難しいね。なんかまあ僕昔工務店もやってたから、その、まあ、工務店に負荷かけてとか職人に負荷かけて作るようなものにあんまりこう抵抗があって、そのやっぱ建築って産業なので、なんかその産業の慣習ってなんかなんて言うんだろう、こう慣習ってわかるよね、慣習、はい、慣習で慣習の範囲内で作れるもので、まあなんか
いいじゃないかなっていうふうに思ってる部分もちょっとどっかにあってね、なんかそこまで無茶してでも結果がこんな程度かよみたいなものはちょっと無茶するなら無茶するなりの成果を見せてほしいみたいなことを思うことがまあ多いんですけど、でも慣習ってそのまあサピエンス全史的に言うともうフィクションのあの塊みたいなもんなんだけど、だけどまあそれで生きてるんだよねみんな慣習で。でまあ、ヨーロッパとか、まあ、イタリアとかさ、なんか本当もう慣習の塊みたいにみんなこう家族を大事にして、あの生活のスタイルもずっと変えずにさ暮らし続けてきてるじゃない、はい。まあ、日本はなんかちょっと戦争で負けてから、まあ、負けた後ね、なんかあんまりその以前の慣習が断ち切れちゃったのでまあ今のような状況に、まあ、なってるけれど、その慣習って大事だと思うんだよな。まあ日本の建築業界の、まあ、特に住宅の慣習がいいっていうふうに肯定してるわけじゃないんだけど、その慣習からひっくり返すってなかなかできないので、で、じゃあまあそれに乗っかって、まあ誰にもこう、負荷がかからないようにというか無理がないように、まあ、流通材で、まあ、既製品で、まあ、作っていくだけれども、まあでもそこでやっぱりまあ最大限っていうか、まあ、必然的に出来上がっていく、まあ、僕なりに出来上がっていくものみたいな、まあ、建築物もまあ一つあっていいのかなと思いながらやってるんですけど、まあそうだね、まあ無茶すると金もかかるしねまあ構造家とのやり取りは僕は大体コストの話しかしないんで、うん、なんでこんなことをやんなきゃいけないのっていうか、これやったら金かかるよねっていう話が多いんですよねもっとシンプルになんかもっとシンプルに作れるものを、普通の工務店が無理なく作れる構造を考えてくださいっていうことしか言わないんですけど、まあ、構造とか特にそうだな、表現になっちゃうと嫌なんで、うん、まゆさんは他に何かありますか。さっき慣習の話で、慣習の塊でできたっていう話もあったんですけど、やっぱりそういった大きなものを無理にこう、ね、迂回することなく、やっぱそういった大きなものに自然な形で乗っかって、さらにこう自分の建築じゃない、さらに上のもの、上にもっと大きなものに行くことができるのも、そういう慣習であったり昔のものがありきなんだろうなと思っていて、そういった意味で、そうですね、うん、なんかもうまるっきりゼロから生まれるものってやっぱりないな、必ずこう昔のあれを利用したりだったり、コピーじゃないですけど、うん、そういうものがまあ普通、それは普通なことだろうなっていうふうに思ってました。そうだね、まあほら建築ってまさにほら人類の歩みそのものみたいな、フィクションだから、そこ抜きには、まあやっぱりどうやったって作れない、今のところですよ。今のところ作れないんですけど、で未来はどうなるかちょっとわかんないよね。建築は慣習、歴史と同時に科学が、ついてくるので、科学が飛躍的にまたこう変わってくると、まあ、もしかするとなんかこう最終的には生物に近づいていくのかもしれないなって想像してるんですけどね。なんかナノテクノロジーみたいなものが、まあなんかこの映画って
SF 映画ってね、割とこう、やっぱりこう、今の僕たちが考える未来を想像するわけだから、結構近づいていくよね、毎回ね。ほんで、ナノテクノロジーでなんか微生物みたいな建材がね、こう作れたら、劣化しないんだよね、きっと、外壁なんかは。常にこう、その人たちが生物のようにこう、まあ、ある意味メンテナンスをずっとし続けるみたいな。だから、建物全体が本当にもう生物のような状況に、まあ、なってくるんじゃないかなって思うの。で、エネルギーとかの問題も、今ほら化石燃料は良くないとか、原子力発電は良くないとか、まあなんかやっぱりそうなるけどね。まあ、発明っていつどんな瞬間、どんな天才が、まあ、やってのけるか分かんないわけじゃない。ほんで、一気にさ、エネルギーの問題が解決する瞬間っていうのも、わかんないよ。10年後なのか100年後なのかわかんないけど、必ず来るんですよ。で、そうなった時に建築も変わるんだよね。例えば今一生懸命断熱とかやるわけですよ。僕ら北海道の人たちは寒いんで。で、寒いけどなるべくエネルギーを使いたくないので、断熱気密を一生懸命頑張るわけよ。だけど、例えば、もういくらたくさん膨大にエネルギーを使っても全然お金がかかんないっていうことになった途端に、その断熱の努力って何だったんだろうってなるわけだよね。いくらエネルギー使ってもいいんだから、もうすごいこう高温で暖房を動かし続けられるわけですよ。で、そうすると建築形態も変わっていくわけですよね。だからなんだろうね、今我々が今考えることっていうのは、まあ、もちろんもっと未来に何か投げかけられるようなものじゃなきゃいけないんだけど、科学も含めて今あるものを前提に絶対こう現物で実際の建築物は作っていくわけなんだけど、でも資本がもしこう膨大にあれば、まあ、いろんなことが試せちゃうのかもしれないよね。我々建築家ってこの膨大な科学のことまでは把握しきれてないわけじゃない。例えばもっといい材料が本当はその、化学工場の中で生み出されてたりするのかもしれないけど、まあ、それを知らないとか、まあ、知っててもあまりにも高くて今自分の対象物には使えないとか、なんかそんなことが日々繰り広げられているわけですよね。建築はだからあまりにもこう膨大に相対で出来上がってくるので、なんかそこはね、なんか割と僕は常に悩んでるっていうか、なんかもっと多分いろんなことができるんだけど追いつかないよね。人手が、例えばちっちゃな家に50人ぐらいスタッフ、こうスタッフを関わらせることができてね、そうすると例えばその設備って結構悩むことが多いんですけど、まあ、冷暖房設備ね、まあ、換気も含めて、だけどこう建築の業界にある設備だけで作ろうと思うとやっぱり限界があるんだけど、でも技術ってきっとまだまだいっぱいあって汎用性のある技術だよ。だからこれ建築に使えるじゃんとかいう発明もいっぱいあるはずなんだけど、残念ながらこう手が追いつかないよね。まあコストが追いついたとしても手が追いつかないっていうのがちょっとあったりして、まあ、科学の、まあ、建築に関わる科学の一つとしてやっぱ設備って大きいので、設備も発明的になると本当にこう建築空間って変わる。
その設備に求められる主な目的って、やはり外より安定した空間だってことに、そこを否定する人多分いないと思うのね。で、今ほら、一つの部屋があったら、それはその部屋全体が、まあ、安定して心地よい温湿度状態じゃなきゃいけないでしょ。だけど、例えば、なんだけどね、例えば、人間がこう動くわけじゃない。生活とか建築物の中で。で、その動く対象物に対してだけ、快適な温湿度状態を放出するみたいなセンサーとその、まあ、壁全部にですよ。全部にこう、細い、なんていうの、本当細い管みたいなものが膨大に埋まっててね。目では見えないんだよ。だけどそこから適温とか適温適湿の空気が常にその人の動きに応じてこう放出されるみたいな仕組みが例えば作れたとしたら全体を温める必要性がなくなってくるとかね。まあでもそれが本当に快適かどうかってはちょっとまた別の話なんだけど、あとどうだろうな、服とかもなんかそのすごくこういろんな素材でデザインも変わってきたじゃないですか、今。全然こう、まあ、特にアウトドアブランドとかがね、こう一生懸命こう商品化してるけど、昔なかった素材で、でもこういうことができるようになったから、こういう服が生まれましたみたいなことが、まあ、建築業界でも起きてるけど、もっとなんかそれが、こう、如実に現れてくる。のがこれからの未来の建築なんじゃないかなって気がするし、まあ、テストコンクリートとガラスを今でも使ってるけど、まあどうだろうね、カーボンとかやっぱりもっといい材料が出てくるんじゃないですかね。そうするとなんだろう、今のこう構造家たちが頑張って建築家のリクエストに応えてね、細く柱をしなきゃってこうスチールで頑張ってやるようなものも、カーボンが加工が簡単になってね、なんか誰でもこうその使えるようになった時に、まあ百角なきゃ成立しなかったような設計が途端に1センチ角で良くなったりするわけですよ、きっと。で、柱が百角から1センチ角にできちゃうっていう瞬間が来たら、それはもう設計変わるよね。だからそんな事態がね、今後、たくさん起きてくるはずなんですよ。で、そうなった時の時代の建築家たちが、我々の建築を見た時に、それでも面白いって思ってもらえるようなものを作りたいっていう気持ちがすごい強くって、なんだこれ、何のためにこいつらこんなバカみたいな努力してたんだ、で終わっちゃうと寂しいから、そういう背景抜きにしても、なんかこいつの建築魅力があるなとか、なんとなく引きつけられるなみたいなものを、まあ、せめて残したいなと思ってますね。だからそれがだから、なんかこう、そのためにやっぱり人間が動物であるっていうことを前提とした空間じゃないと、向き合えないのと、でもその、なんだろう、キャラクターってやっぱりフィクションの世界なので、キャラクターを、強いキャラクターをどう獲得できるかってのは、まあやっぱ結構悩みかな。いや、めちゃくちゃ面白いですね、今の。そこで動物の話に戻るんですね。そのやっぱ悔しいじゃない、その自分たちになかった自分たちの時代になかった技術があるから軽々と自分たちよりすごい建築作ったとか言われちゃうと それは悔しい未来になっちゃうんで、なんかやっぱそうじゃないものを頑張って残したいし、どうなんだろうね、いまだにこうなんか例えばバラガンの空間がいいとかみんな思っちゃうのは、
やっぱりいいからだよね。そうですね。それはなんかやっぱりその技術だけに、技術だ、例えば技術だけにその自分の作る作品の価値を置いたときに、まさにその技術ってどんどん日進月歩良くなっていってしまうので、うんうん、いつの日かそれが古くなる日が来るっていうのは、うん、まあ間違いなく誰が考えても分かることだし、だからそれがこう更新されていっても価値が残るものを作りたいっていうことをですね、うん、それはものすごくよく分かります。なんかまあパンテオンのそもそものできた当時の用途なんか分かんなくても、そうですね、僕もう入った途端にね、なんかこうひれ伏したくなるんじゃないですか、はい、そういうのに憧れるよねやっぱりね。うん、まあ、うん、だ用途とかプログラムって人間のフィクションなので、まあそういうのを突き抜けたところで何か生み出せるっていうことに憧れがあるし、まあもしかしたら純也なんかもそれを実践してるのかもしれないよね。うん、うん、まあ同世代にいろんな建築家がいるんで、まあそれはすごいありがたいことだと思ってて、まあだから純也なんかはそのまあ本人はどう思ってるかわかんないけど、まあ、僕なんかはそのフィクション、人間が想定してるフィクションとかをやっぱ超えた空間が出来上がってるように見えるし、例えばじゃあ中山秀幸なんかは人間のフィクションを最大限に楽しんで、あのいい空間を作ってるようにやっぱり見えるし、それは別にどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、どっちにもやっぱ強烈なキャラクターが存在しているので、まあ、僕はとても好きなんですけど、そういうものにやっぱ憧れますよね。うん、面白いですね。多分そろそろじゃあ最後の質問に移りたいと思うんですけれど、はい、あの今のそのそういうフィクションを超えたり動物的なもの、動物的に感じられる価値のあるものを作りたいと言いながらも、その与えられた予見とかと日々格闘しながら悩みながら作られてる先輩がいるっていうのがものすごく勇気づけられるなと思っていて、でここまでその主に建築の実践を通した、考え方について質問させてもらってきたんですけれど、まあ、でも結構今までの中でも話がポロポロ出てきてはいるんですが、そんな建築の実践が、一人の人間として五十嵐さんとこの僕らがいる世界をどういうふうに結びつけているのか、あるいはその人生の中で五十嵐さんが建築を作るっていうことがどういう意味を持っているのかっていうところの考えを聞かせいただいて、締めにしたいと思います。すごいなんか大きなテーマなんですね。なんですかね、そのまあ僕なんかが今やってる状況は本当ささやかな歩みなんですけど、あんまりこうやっぱりこう建築って学問になった瞬間から、まあ 学閥っていうとあれだな、硬いか、まあ、学閥みたいなものとか、まあ、系譜っていうのがやっぱり生まれて、でそういうものが前提で建築の歴史ってのが、建築史ってのが作られていくから、どうなんだろう、僕がやってることがね、なんかそういうこうものの中でどういう意味を、まあ、見出せるのかとかいうのはよくわかんないんですけど、
まあ、やっぱ結局なんか宗教と似ててね、やっぱ信者が増えていかないとなかなかこう歴史を作っていけないので、あのつい先日沈黙っていう映画を見たんですけど、はい、見ました。あの、はい、クリス、布教、日本鎖国時代の日本に、そうそうそう来て、であれ、まあすごい長い映画だったよね、 3時間、はい、ね、はい、でだけど意外と飽きることなく見れたんだけど、あの一番面白かったのは、まあその最初に布教に来た人が、まあすっかり日本の考え方を受け入れて、まあ受け入れたふりをしてるのか受け入れてるのか、まあ微妙な表現だったけど、あのこの国には神がいっぱいいるんだと、あのこの国は森も神になるし石も神になるし山も川も神になるんだと、でもその司教はクリスチャンだからイエスが神なんだと。で、なんだけど、その日本で、まあ、こう暮らして、日本人の奥さんと、まあ、子供と暮らしていくうちに、なんかその考えを、まあ、少し理解してきたみたいな。で、後からその先生を追ってきた二人の若いあの司教たちは、あ、まあ、片方は途中で死んじゃったから、あの、あれだけど、まあ、最後まで生き残った主役のね、彼は、まあ、一応、理解したという設定にはなったけど、まあ、最後には、でも、やっぱりこう、キリスト教だけが、あの、真実だったんだ、みたいなところで。で、あの、それってすごいフィクション、もうフィクションの塗り重ねみたいな、なんて言うんだろう、こう、あの、どこをこう、信じるのかっていうので、これほど世界は変わるんだっていうところなので、あの、もう、どう、もう本当もうで、現代はさ、あの鎖国の頃の日本と、もう全く状況が違って、もう複雑すぎて、わけがわかんないじゃないですか。なんかもうどうにもなんないよね、これねっていうぐらいの世界にもなっちゃっていて。で、まあ僕らの20年から30年上の世代の人たちが今、まあ80歳前後になってきてね。で、その、例えば安藤忠雄さんとか、まあ伊藤豊雄さんとかね。まあ、磯崎新さんとかちょっとその上だし、まあ、世界の建築家だと、まあ、死んじゃったけどザハとか、まあ、レム・クールハスとか、まあ、ゲイリーとかね、まあ、そういう世代の人たちが、まあ、まあ、ズントーとかもそうだけど、いるじゃないですか。で、まあ、彼らが、まあ、ここ10年なのかで、例えばどんどん死んでいったときに、まあ、我々が今現段階で巨匠、四大巨匠とか言っているカーンと、まあ、ライトと、まあ、ライト、まあ、まあ、アールとミース、コルビジェとかがいるわけでしょ。ほんで、まあ、一応それを巨匠としたのはメディアとか学問だと思うんですけど、彼らの時代にもいっぱい天才っていたんだよね。天才だらけだったと思うの。例えばジオ・ポンティとか、まあ、マンジェロッティとかね、まあ、イタリア行った時思ったんだけど、あのフェラーニだってもう凄まじい天才だったなって、あれコモコのやつを見に行った時本当に思ったけど、だけど四大巨匠ではないわけよね。だから歴史ってその本人のなんかこう努力もあるよ、メディア操作とか。だけどその後のフォロワーの記述の仕方で、まあ、やっぱり大きく変わってくるので、やっぱ現段階でシェアが多い人の方が有利なんだよね。
だからやっぱこうメディアなんだよなと思って、あとは歴史家と、まあ、文献を作っていっている人たち、だからそういうのをまあ僕の立場だとコントロールできないので、あの半ば諦めてるんですけど、あのだけどやっぱりなんか20歳の頃ね、僕は特に専門学校卒なので全然その教育、まともな教育を受けてないわけだからさっぱりわからなかった時に、それ憧れた建築家っていうものに対してのあの気持ちで作り続ける以外やれることがないんですよね。だからただその自分がいい建築だと思ったものっていうのはやっぱり理屈、文章を読んでいい建築だと思った経験はやっぱりなくって、雑誌見ててもなんかそこから伝わってくる空気感とか、まあ、雑誌見る場合ね必死だったんですよ、こう写真と少ない図面の情報で、その空間を実体験したとき自分はどう感じるのかっていうことをもうがむしゃらに考えてたのが20代の頃だったんだよね。僕はほらその知り合いが全くいなかったから、その建築家と話をしたこともなかったし、そのオープンハウスの情報とか当然知らない、わかんないから実物を見せてもらえたこともないし、なんかほら研究室とかに所属してたらね、まあその有名な建築を見れるチャンスとかもあるでしょ。そういう経験も10代20代の頃全く皆無だったから、あの想像するしかなかったんですよね。でも想像した時にやっぱり自分の何かこう感覚に非常にこう響くものを作ってる建築家がごく少数、まあ、いたの でそこに対する憧れがあの今の自分を、まあ、作ってくれてるんですけど、あの気持ちだけで、まあ、今後も作り続けたいですよね。あのそれしかできることがないので、まあ、でもその作ったものにまあ共感してくれる人が増えると嬉しいですよ。やっぱりあの、うん、まあまあそんな感じかな、うん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあいや、いろいろいい話が聞けて、最後の部分も、いや僕も頑張ろうと思いました。いや頑張ってるよね。もっと頑張ろうと思いました。またあのぜひ機会があったら、やっぱり実作もどこかのタイミングで、今ちょっといろいろ難しいかもしれないですけど見てほしいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。まあそうですね、ぜひ僕の建物はやっぱりなんか空気感がとかスケール感がやっぱ伝わらないとなかなか、ってことはつまりやっぱ体感してもらうのが一番いいんですけど、個人邸はなかなかね難しいね。オープンハウスと撮影の時以外はなかなか今は見学させてって言いにくいので。そうですよね、うん、まあ、もうちょっとパブリックなものをやりたいですね、はい、うん、また北海道行った時はよろしくお願いします。ぜひぜひ遊びに来てください。はい、私もぜひよろしくお願いします、遊びに行った時は。ぜひぜひ。今何どこ、ベルギーから。あ、ベルギーですね。もうずっと日本行ってないですね、最近は。どうですか、だいぶ状況は落ち着いてきました？落ち着いてないですね、全然。落ち着いてないの？うん。でもあの、うん、なんかもともとプロジェクト
コロナだからというわけではなくて、そう離れたところのプロジェクトをすることが多かったので、リモートで あまりあの環境としては同じになってきたかなっていう。ああ、うん、なるほど。今、まあ、基本リモートだったみたいな、うん、昔から。なるほどね。早くね、なんか旅がしたいですよね。本当に。そうですね。旅がしたい。ね、建築を見て歩きたいですよね。いや、そうです。スティーブンと一緒に事務所やってるはずなのに、もう1年半ぐらい会ってないですもん。あ、そう。はい。やもめないよね。うん。いつ行けるのかも、まだ分かんないですね。なんか不思議ですけど、現場を訪ねずに設計を進めていくっていうのが。でもそれはそれで、うん、新たなやり方みたいな、うん。僕もなんか今やってる現場は、まあ行こうと思えば行けるんですけど、まだ一度も行ってないっていう。その分、なんか図面とメールと、まあ、電話での高密度なやり取りができて、結局やっぱりその図面が大事なので、あの伝達ツールが、まあ、建築っていまだに図面なのでね、その図面の密度が上がると、まあそれはなんか悪いことじゃないな思えてきて、現場行く必要って、何があるんだろうと思って村野東吾さんの時はさ、あの現場行ってこれ直せとか言えたからいいけど、まあ、我々ってそういうわけにいかないので、細かなとこは調整してねとは言えるけど、壊して直せとは言えないじゃないだから現場行く意味ってあんまりなんか実はなかったりするんだよね、うん、単純に見るのが楽しいから行くみたいな感じですかね現場は楽しいよね、はい、南アフリカのプロジェクトでは偶然なんですけど、施主があの普通に防犯の目的で CCB カメラ、防犯カメラをずっといろんなところにつけてたんで、施工中24時間あの施工場に見放題みたいな感じだったんで、こう変なことしたりしても実は見えてたっていうのがちょっとあの施工の人たちとびっくり、なんで知ってんのみたいなバレてるみたいなところ、監視社会ですからね今ねそうですね、まあ、そういう意味でも変わっていくかもしれないですね、あのちっちゃなドローンが常に現場飛んでるとかねなりそうですね普通に、なんかね、でそれを見たいとこに自由に持っていけるとかって言ったら本当に行かなくていいよね、うん、まあでも元に戻ってほしいですよね、早くね、世界が。そうですね、またぜひあの実際にお会いしてお酒でも飲んで、ね、お話ができればと思ってます、ね、まあ、京都行った時会いましょう、ね、はい、ぜひお待ちしています、が僕が先に行くかもしれないんで、はい、待ってます、はい、はい、じゃあ今日はあの本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。なんか日本語わかんないのにごめんね、ずっと聞いててもらって。大丈夫です。あのサブタイトルが。じゃあまた、すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。ダン。